俺たちはどこへ行くんだ。楽園だよ。次郎君、早急のファブナーは2004年から放送されたロボットアニメで、2020年現在でもなお続編が制作されている超人気作品なの。そうですね。第1期では少年少女たちの日常が人類の存亡をかけた戦いへと転じ、適正存在との接触を経て、最終的には普通の中学生としてのドラマに帰結する物語が描かれています。今回はそんな長編アニメ早急のファフナーの第1期のストーリーを10分ぐらいで解説していくわ。よろしくお願いします。フェストゥムの襲来。太平洋に浮かぶ孤島辰宮島。ある夏の日、好奇心に駆られた少年たちはラジオから流れ出す未知なるものの声を聞くの。あなたはそこにいますか。それから数年後の西暦2146年、辰宮島に再びその声がこだまするわ。それは未知の生命体フェストゥムによる進行の合図だったの。突如飛来した金色に輝き、禍々しくも美しき敵は平和な島を一瞬にして地獄へと変えてしまいます。島の大人たちはフェストゥムに対抗すべく組織されたアルビスの人間だったのです。彼らにより島は武装して要塞へと姿を変え、死力を尽くした抵抗が始まるわ。登場予定者クラマエカリンの死により窮地に立たされたアルビス司令ミナシロ構造は、最適格者である真壁和樹の実戦投入を決断するの。幼なじみのミナシロ総司に促されるまま、和樹は人型決戦兵器ファフナーに登場して、総司も戦闘指揮システムジークフリードシステムを起動するわ。何の疑いもなく信じていた世界は偽りだった。青に見ていた美しい空も偽りでした。祖国日本はすでになく、人類はフェストゥムの侵略で全滅の危機に瀕していたのです。カズキは、俺たちはどこへ行くんだと尋ね、宗氏は楽園だよと答えるの。こうして少年たちは人類の存亡をかけた激しい戦いの渦に巻き込まれていくわ。島の子供たち、ミナシロ構造をはじめとした犠牲者を出した後、新たに司令となった真壁文彦の指揮の下で戦いに身を投じることとなった子供たち、その中で風間翔子が命を落とし、春日井光陽がフェストゥムに同化されて倒れるわ。二人の後に続き近藤健二、要さくら、小舘守がパイロットとなるのだけれど、仲間の犠牲よりもファフナーを重んじる宗氏の意思がわからなくなってしまった和樹は、教員の一人である刈谷幸恵に誘われて島の外を見るべく旅だったの。しかしそれはフェストゥムと戦う新国連が要する人類軍のスパイである刈谷の罠であり、彼女は和樹とファフナーを手土産に人類軍に寝返ります。さらに連行された人類軍モルドバ基地には、かつて島を出て行った光弘バートランド、日野陽次と彼の息子である日野道夫の姿もありました。そしてかつて和樹の母であった真壁茜を同化したフェストゥム、ミョルニアが幼児によってかくまわれていたわ。幼児から自らの下で働くことを誘われ戸惑う和樹。しかし考える、間もなく基地内に侵入していたフェストゥムによって和樹は再び戦うこととなるの。危機に陥る和樹を救ったのはミョルニアでした。彼女は幼児が開発したファフナー、ザルバートルモデル、マーク・ザインを和樹に託すために現れたのです。マーク・ザインの暴走の中で和樹はかつて宗氏の左目を傷つけた過去の真相と、それからの宗氏の意思を知るわ。そして迎えに来た遠見麻也と溝口京介と共に島へ戻る決意をするの。人類軍の襲来。辰宮島のファフナーを手に入れるべく、人類軍の大佐ランドリー・バーンズは刈谷と道夫の部下である少女カノン・メンフィスを率いて辰宮島へ襲来するわ。人間と戦うことを禁ずる文彦は島民の安全を第一に島をバーンズに明け渡すのだけれど、間もなくフェストゥムが襲来するの。しかしファフナーは愚かシステムの扱い方を把握していない人類軍はフェストゥムに対抗できずに窮地に追い込まれます。その状況下、島のコアであるミナシロツバキが目覚め、文彦らを導き、そして帰還した和樹の活躍で敵を退けることに成功するのです。
占領に失敗した人類軍は撤退するのだけれど、島に残ったカノンは命令により島もろとも自爆しようとしていたの。カズキの必死の説得でカノンは投降して、道雄もまたカリアの協力を得て島へ帰還したわ。人類軍とフェストゥムを退けてからしばらくして、トーミ一家と光弘の間でマヤのパイロット適性をめぐる査問委員会、同化された工業の覚醒及びスレーブ型フェストゥムへの変化など事件はあったものの、島は敵を退けながらも平和な時を過ごしていたわ。道雄は5年ぶりに我が家に戻り、恋人の遠見由美子と生活を始め、カノンもまた狭間家に住み、カズキたちの同級生として暮らすことになるの。同様に捨て駒にされた人類軍兵士たちも、島で平和という文化を学びながら、新たな生活を始めます。ヘブンズドア作戦。光弘は、新たなザルバートルモデル、マーク2人の開発を進めていたの。それは、北極に存在するフェストゥムの中枢であるミールを撃つ最終決戦、ヘブンズドアのためであったわ。島もまた、その作戦への参加の選択肢を迫られているのも事実であり、その日は徐々に近づいていたわ。平和な時を過ごす中、文彦は敵の襲来に意図的なものを感じるのだけれど、ある日、島の生態系に異変が起こるの。突然花が咲き乱れ、多くの虫があふれかえった。それから、間もなく、突然、島中の植物が枯れ、虫が死んでしまう。そして、さくらが同化現象の進行によって倒れてしまい、直後の戦闘では、守が命を落とし、ケンジも恐怖に駆られて引きこもってしまうわ。これまでの敵は、パイロットの同化現象を促すための犠牲、すなわちフェストゥムが犠牲という概念を理解し、消耗戦を仕掛けてきた証でしたね。さくらが倒れて間もなく、カノンは島に自らの居場所を見出し、フェストゥムの因子を移植するの。さらに人類軍では、光弘が開発したマーク2人がカリア諸共マスター型フェストゥムイヴンに同化され、光弘も自らの悲願そのものによって葬られたわ。憎しみという感情を学んだイヴンは島に来襲し、ジークフリードシステムモロトも宗主を連れ去り、道をも犠牲になり、カズキも老化現象の進行で身体機能が大きく衰えてしまいます。早急作戦。多くの犠牲を出した島は北極の最終作戦への参加を決定するわ。そこへミョルニアが現れ、宗主の生存を告げるの。それと同時に共鳴核となった茜がこれまでの会話の末に得たデータの一部を提供するわ。その中には、同化現象の緩和方法、幼児の設計思想に基づく機体の改良方法も含まれており、北極にある茜の共鳴核には、さらに多くの回答があることを知ります。機体を改良したアルビスは、宗主の奪還とデータの入手をするべく、薬の投与を受けたカズキとマヤ、因子が定着したカノン、母の死をきっかけに立ち直ったケンジの4人に出撃を命ずるの。北極の天候は快晴、それにちなみ早急作戦と名付けられた作戦が開始され、カズキたちは宗主を救い、5人で島へ帰る決意を胸に北極へ旅立ったわ。そして椿にも最後の時が近づいていました。辰宮島には島周囲の空気としてミールが存在しています。そのミールが生と死を誤った形で理解していたために、ミールともども島が死んでしまうことを防ぐべく、椿は岩戸へ戻り、生と死の循環を教えたのです。早急作戦では、ジークフリードシステムが使用できないため、各ファフナーに分割型ジークフリードシステムを搭載することになるの。これはクロッシングシステムとも呼称され、一人でもかけるとクロッシングを維持できないので、フォーマンセルのクロスドッグを維持して戦ったわ。最終的に宗主は一度フェストゥムの側に行く、そして再び自分の存在を作り出すと言って消滅。カズキはなんとか島へ帰還し、迎えてくれたマヤに微笑みかけるのです。いかがでしたか。第1期早急のファフナーの物語は劇場版早急のファフナーヘブン&アースへと続いていきます。そちらの解説動画も作成予定ですので、もしよろしければご視聴をよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。ご意見やご要望のコメント、
お待ちしております。チャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。また、次の動画でお会いしましょう。お相手は、アンネと、ジローでした。